皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、小関圭一でございます。小関圭一 KBS TV 今週も始まりました。なんだろうな、今で、ね、仕事でですね、北海道にですね帰ってきたんですけどもね、鼻詰まりがひどいですね。やっぱりこの時期花粉の季節なのかな。もともとね鼻ねこういうね喋りっていうかね鼻詰まりのね喋り方してるんでね、もともとかもしれないですけど、なんか特に今日はひどい。北海道ねあまりね花粉はね飛ばないですけどもね、その後遺症なのかなみたいな。はい、あとねこのね仕事ですね、冷蔵庫に入るんでね、冷蔵庫って言っても開けるやつじゃないですあのですね、ハンバーグですとか、冷凍されたとんかつですとかね、そういうのをですね、100個ぐらい入ったやつを段ボールに1000ケースぐらいね、積んでですね、はい、運んでるわけですけども ね、 一時保管するね、そのね冷蔵庫があるんですけどもね、そこ結構ねやっぱ温度管理がちゃんとしててね、マイナス1度とか2度の世界でですね、やってるんで、年がら年中ね風邪気味でございますけどもね、はい、とりあえず今日もですね頑張って KBS をねしていきたいと思います。ですね、今回の予想はですね、4月1日、今日30日、明日ですね、土曜日、中山競馬場で行いますけど、ダービー競チャレンジトロフィー G3 の、予想となっておりますけども、まだですね、実はですね、ちょっとね、書いてないですね、はい。ということで、これ、サムネに使おうかな。とりあえず行きましょう。4月1日第49回、ダービー競チャレンジトロフィー G3 ということでですね、中山中地列芝 1600m ということでですね、とりあえずですね、見ていきましょうか。もうね、この時間ですね、オッズが発表されてですね、まあちょっとね、上下はするんだろうけども、ですね、ちょっとね、見てみたいと思います。まあ正直腹はもうね決まってるんですけどもね、この3頭かなっていうのはあるんですけどもね、とりあえず僕はですねこれから行くか、やっぱりこれが気になるな、やっぱりこれから気になるんだけど、やっぱりこいつを含めて少々お待ちください。ですね、5番も入れちゃおうかな。いやー、ほんと鼻詰まりがひどくてですね、なんとかなんないかな、これ。とりあえずですね、今週日曜日ですね、産経大阪杯がですね、大阪杯に格上げ、G1 に格上げされてですね、まあまあそうそうたるメンバーがいますね。アンビシャスやらね、アマルターザーポジーやら、マカヒキやらね、ほんとね、ミッキークイーンだったっけ、ミッキーロケットか、はい、ちょっとね、大阪杯の方はですね、今からちょっとね一仕事あるんでね、大体11時12時ぐらいに終わるんですけども、まあそれを終わってからあげようか、それとも明日この時間帯ぐらいにあげようか、まあもっと早いとは思うんですけどもね、そのぐらいにあげようか、はい、そういう風にちょっとね考えてるんですけどもね、どうしようかな。3着狙いはあまり点数ね本当に増やすとですねあれなんでね、いいか、これでいこう。はい、じゃあということでですね、ちょっとね今まで の、 競馬予想でちょっとねこういう別にあれですよ、もともと花は決まっててただ書いてなかっただけなんですね、はい、だから別にですね書いて出そうが今書いて出そうが結局は同じなんですけども、もともともうね腹はねもうね決まってたんでね、ちょっとねこいつで勝負しようかなと思います。はい、どうしても3番ロジチャリスがねちょっとね気になってですね、とりあえず3番5番で、まあ3番ロジチャリスはとりあえずねちょっと見えます、暗くなって見えないかな、
3番5番がですねちょっと一番人気なんですね。で3番5番11番12番はい、ですね11番12番ロイカバードとマイネルアウラート、まああの東京新聞杯でねこの2頭やり合ってですね、まあまあマイネルアウラートはですね4番人気ながら4着とまああの人気通りに走ってですね、ロイカバードも7番人気9着まあまあいい走り、タイム的にはですねちょっとねあれかなっていうのはあるんですけどもね、とりあえずその前がですね条件戦やらオープン戦やらでとりあえずね1着取ってるんで、まあそのね前走はあれかもしれないですけどもね、ここではちょっとねいい走りを見せてくれると思うんですけどもね、あとはいやーやっぱり花粉かな、もう北海道にいるんだけど花粉がねちょっとねあのね困りますね本当にね今6分ですね、そろそろ今日は早めにレースでちょっとね終わんないとねあれなんですけどもね、ロジチャリスが5番人気になっちゃったな、さっきまで3番人気だったのにな、まあ、ロジチャリスを選んだ理由っていうのは勘です久々の勘です、はい、ねやっぱ5番のねあのねキャンベルジュニアっていうのがですねいいんじゃないかとは思うんですけどもね、一番人気予想したってしょうがないですよね、だから一番人気は期待裏切ってなんぼなんでね、2、3着以内にね入れます、はい、でねグランシンクちょっとね僕ね調子はいいとは思うんですけどもね外します、点数が、ね、増えちゃうんでね、でこの6枠2頭ですね、やっぱ6枠2頭とロジチャリスがちょっと気になるんで1番人気と2番人気は外すみたいな感じですね、どうせねそれ買ってもねちょっと ね3000円とか3連単で3000円とか ねそんなんじゃちょっと面白くないんでね、少しね夢はねでっかくっていうことで考えてみましたね、まあいつも通りです、はい、いつも通りの予想動画です、はい、まあこのレースに限ってはそういう風にね考えてみました、はい、ロジチャリスですね、とりあえずね。で、3番、5番で、3、5、12のこれ、3連単で勝負したいと思います。はい。何通りなんだ ?6通りか。6通りかな。はい。600円でね、遊べるんでね、まあ、まあその他にもですね重賞以外にもですね1レースから12レースまでね条件戦とかもですねありますんでね、まあ資金に余裕のある方はですねどんどんねやっぱ遊んでるんでしょうけどもね、僕みたいにね資金にね余裕がねないね人はねちょっとね600円でね夢を見ましょうみたいなね、はい、この間ですねちょっとね仕事でですね4ケースほどですね破損してしまいましてですね、なんかね請求がね4万か5万ぐらい来るっていうことですね、今週ねまだ31日ですけどもね、来月1日からですね4月ですけどもね G1 戦線始まるじゃないですかクラシックね、はい、そっからねちょっとね4万ね引かれたのでもうね今回当てるしかないかなみたいなね感じなんですけどもね、でもちびちびやるのもねいいですよね、はい、それでね当たればねちょっとね当たったっていうことでね面白いとはね思うんですけどもね、外れてクソってねやっぱり思う、オッズがね低くてもねやっぱりね当たればね嬉しいもんでね、はい、僕はそういう風な感じでね競馬予想してるんですけどもね、競馬予想っていうか競馬してるんですけどもね、はい、ダメだ、なんか元気が出ない、とりあえずあれだな、多分今からですね卸作業行ったらですね人叩きされてですね多分元気よくなると思うんでね、まあ大阪杯のですね動画ちょっとね今日中にアップできたらアップしたいですけども、撮るだけ撮っといて明日アップするかもしれないです、はい、まあね一応ねマカヒキやらねアンビシャスやら出てくるんでねちょっとね行ったり行った行ったので予想競馬になってしまう予想動画になってしまうと思うんですけども、はい、ぜひねご視聴していただけたらと思います、とりあえずここまでご視聴ありがとうございました、それでは大阪杯で会いましょうダメだ元気出ない